瞳の野草、やっていきましょう。こちらマスタング様が制作されたホラーノベルゲームとなっております。瞳、あの瞳さんですね。もう覚えましたよ。あの瞳さんだ。あの瞳おばあちゃんだ。瞳の野草、はじめからやっていきましょう。あ、ゆきとくんだ。こちら確か瞳の電話に出てきた C 君のお友達ですよね。そしてこの C 君、C ちゃんですね。これが瞳おばあちゃんのお孫さんでしたよね、確かね。ゆきと、よし、今日は C 君と遊ぶ日だ。早速 C 君の家に行くぞ。あ、瞳おばあちゃんの家に行くのか。行ってきまーす。なんかタイトルが野草っていうのも気になりますよね。相変わらずいい家に住んでるな。C 君、こんにちは。いるかな。このドアの描写あるの。バイオハザードみたい。え、何、ちょ、怖いわ。大丈夫。ああ、びっくりした。ひとみおばあちゃん。ゆきとくん、こんにちは。あ、ひとみさん、こんにちは。しーちゃんいる。あ、しーちゃんいる。しずまくん、しーちゃんだ。あ、ゆきとが来たか。早速大乱闘やろうぜ。いいぜ、俺がファルコンでぶっ飛ばしてやるよ。スマブラかな。ファルコンパンチね。懐かしい、この階段。うちのおばあちゃんちこんな感じだったな。やっぱスマブラだ。俺はもちろんファルコンで行くぜ。シー君、お前はどうする。俺はワリオで行くぜ。X やな。言っとくけど、ワリオ最強キャラだからな。なめんなよ。あ、何言ってんの？そんなわけないじゃん。俺のファルコンパンチでぶっ飛ばしてやるよ。こうして、ユキトとシズマの熱い戦いが始まった。しかし結果は、シズマの圧勝だった。シー君そんな強いんだ。そうだ。どうだ、ワリオ強いだろ。マジ意味わからん。強すぎじゃん。あ、ひとみおばあちゃんだ。ユキト君、もう5時だからそろそろ帰らんと。あ、ほんとな。じゃあ帰るわ。C 君、またね。いや、もうスマブラはな、時間忘れちゃうから。おう、またな。いいね。びっくりした。数時間後、もう夜ですよね。え、ゆきと、いや、今日は楽しかったな。よし、そろそろ寝るか。なんだ、窓の方から、なに、教えてくれ。誰か俺に意味を教えてくれ。何だったの？もうちょっとよく見たかった、あの一枚絵。何だったあれ。ゆきとくん、クロックスできたんやな。やっぱ2周目もファルコン使うんやな、ゆきとくんな。使えてないやな。このカーテンあげる動画2周目でもおもろいな。これ誰？なんか目が黄緑やな。左側微笑んでたし、よく見るために2周目行っちゃったよ。あれ、瞳おばあちゃんの何なんだろう。それでも瞳おばあちゃん関係ないのか。いや、瞳の野草だもんな。夜、瞳さんにお昼出会うと、夜、窓に、あの怪物が来るのか。あれは瞳おばあちゃんなのだろうか。それとも瞳おばあちゃんが仕向けたんだろうか。
謎は深まるばかりでございます。瞳おばあちゃん、一体何者なのでしょうか。メリークリスマス。